おはようございます。達也です。本日は巡礼8日目、はい、ついに1週間経ちましたね。まるっと ねちょうど朝の7時、うん、今日は、ね、ログローニョっていう次の大きな町ですね、うん、に向けて約20キロ歩きます、はい、スペインは朝はゆっくりだよね。そうね、7時だと町は本当に静かです。まあ今日は多分5、6時間寝つけるといいんですけど ね涼しいうちに頑張りましょう。では今日もスタートです。サンソルからログローニョ約20キロ歩いていきます。行ってきます。1時間ぐらい歩きました。順調だねやっぱ朝は。朝ね、いいね。ちょうど今あやがねスマホ向けてる先が御来光ですよ。御来光です。ちょうど今日が出てきた。だいぶでも日の出が遅なったね。遅くなった。もう今ちょうどでもない8時2分です。いいですね。で日が当たると気に集まってくるから、そうもうちょっと距離稼ごう。そうだね、暑くなる前にね、まあ、ただねこの辺り蚊がすごいね。今日この1時間で俺何箇所壊れたってぐらい、多分10箇所以上壊れてると思うけど。蚊を虫除け、虫除けね。で反対側の景色も見えたよ。でもあれ今目指してるビアナだったっけ、うん、の街じゃないかな。あとね6キロぐらいなはず。あ、ほんと？うん、距離的にもそんなもんかな。見た目がね、なんとかあそこまでこのなんだろう、この勢いね、涼しいうちにね着きたいんだ、あの町までは、うん、ビアナまで行けば、ログローニョはあと9キロぐらいだったっけ。そうだね、ちょうどあの辺が中間地点だったと思うんで、うんうん、中間プラスアルファぐらいだもんね、あれがね。で今日は宿出発前に軽くねご飯食べてきたから、そうまだ元気です。そうご飯付きだったんだよね、うん、といってもまあほんとパンとジャムとかぐらいだったけど、でもあれでしっかり食べたからありがたいね、うん、あんだけでもあるのは。では続き頑張りましょう。歩きましょう。はい、もう中間地点着いたよ、うん、9時40分、実質2時間半も歩いてないけど、ビアナという町に着きました。今日は調子良かった。10キロも歩いたからね、2時間半でね、残りログローニョまで10キロ弱、うん、なので割と早く着けるね今日もね。しっかり食べてください。ただ歩いた分エネルギー消費したから、うん、かなり減った。というわけで朝ごはん2回目だね、これはね。美味しい。そう、今日もボカティージョサンドイッチですね。ベーコンと卵です。あやさんはトルティージャ、ポテトのスパニッシュオムレツと勝手についてくる、バゲットパンとクロッサン、オレンジジュース、全部で11ユーロでした、はい、もうグーグーなってる。グーグー、うん、そうだよね、それは消費するよね。歩いたもん。めっちゃ歩いた。結構な、しかもペースでさ、あっという間だったんだけど、でもその分消費はしてる、うん、消費はしてるね、うん、でもこのペースで歩けるようになったってことはやっぱり体ができてきてるんだよね。私はやっぱ遅くなるときは遅くなるから。まあね、後半ちょっと遅くなっていったけど、うん、しみる。塩分。塩分がしみる。な、うん、朝食塩分なかったもんね、うん。宿の朝ごはんね。パンにマーガリンだとかジャム塗っただけ。ちょっと甘めのね。そうなんだよね。うん、ここでしっかり塩分を補給しておきましょう。うん、さっきのあの第二朝ごはん食べ終わってからね、次の町に向けて歩き出したんですけど、その町の端っこにこんな立派な教会だと思うんだけどね。急に出てきたから、うん。なんだろうここ。遺跡？うわーすごい。なんだこれ。古い教会なんだきっと。もう崩れちゃってるんだ。立派だね。多分ここにもさ柱あったんだろうね。この右側と同じような。へえ立派ですよ。本当この教会はそこら中にあるね。大きいのからちっちゃいのまで。これもう廃墟になってるやつから立派な。今でも使われてるやつまで。さすが巡礼度だね。じゃあ次の街向けていきましょう。今日ちょっと肌寒いね。そうね、なんかね風が秋だよ、うん、でもありがたい。 私はこの方が昨日までの灼熱地獄ではないから。昨日はもう死んでましたもん ねさあ目的の街に到着しました。どんだけ経ったかしら。何時だね。今12時40分だから5時間半、うん、おお早い。早いね、過去最高記録かもしれない。で21キロぐらい歩き通してログローニョ到着、うん、
そう、あ、見えたね、大聖堂でかっ。正面行ってみようよ。うん、やっぱ大都市の大聖堂はでかいな。ねえ、こんなん。ああ、今日もよう歩いた。ログローネ到着。というわけでホテルというか宿を探してチェックインしましょう。もうできるはずだけどね。うん、部屋に到着しました。めっちゃすごいこの宿。ねえ、スペインこの巡礼宿のコスパがすごくいいよね。ここ今日一泊また40ユーロちょっとだっけ。多分45ユーロぐらい。45ユーロ、うん、2人でね。2人でね、うん、でこれですよ。ホテル並みに綺麗だよね。角部屋でこの明るさで両方ともねテラス付きなの。早速出てみようか、やさん出てみてください。もう完全に空いてるのこれ。でこれログローニョの多分メインストリートの一つだよ。あそこにさっきの大聖堂見えるし、ここ多分夜バルすごいよ。そうだね、にぎわいそうだね。この辺りでね有名なバル通りも近くにあるみたいだから、夜は巡ってみようとか、夜になる前に巡ろう。そうだね、夜はもう寝たいから9時に、うん、寝たいから9時に寝れるかな、このにぎやかさで。早めに寝ましょう、ね、明日長いからね。あと水回り紹介しましょうかね、うん、ベッドもシングルベッド2台か。すごい、ちょっとタオルついてる。そう、タオルもあるの、これはありがたい。まあ、トイレは本当にシンプルな感じ。洗面台とトイレとシャワーブース。あれは手で取れるやつだね。素晴らしい。素晴らしいね。なんか画面越しで見ると、なんか焼けたね。焼けた。濃い。確かに、ここが。これだもんね。昨日で随分焼けて、うん。さあ、シャワーを浴びよう。まずシャワーを浴びよう。そして洗濯に出かけよう。そうだね。洗濯しよう、今日は。もうなんかいろいろドロドロだから。ひどいから。いろいろやることがね。そうだね。あるから。はい。また多分皆さんとはじゃあ夕方にお会いしましょう。夕方に。はい。さあもう午後7時半になりました。はい。いろいろね、あの動画の編集をザーッとやって、明日1本あげるんですけど、うん、あと洗濯とかね、あと食料品の買い物とかやってたらもうこんな時間です。なのでバル行くといっても本当パッと行ってパッと食べてすぐ帰るみたいなね。そうだね。そんな感じにしようかなと。はい。そうしないともう睡眠時間確保できないから。睡眠は何よりも大事なので。で、うん、この通りがねこのログローニョで一番歴史的な有名なバル通りらしいから、ちょっとここ入っていってみよう。行きますか。うん、もうすでにかなり盛り上がってる感じするけど。はい、もうここまで来ると顔見知りも増えるよね。ピンチョスも多いね。いいじゃん。ねえ、美味しそうね。うん、見てみよう、ずっと。あ、ここも美味しそうだな。あのメニューの写真が美味しそうだもん。写真あるといいな。ね、これ便利だね。優しい外国人。ただまだ空いてないとこも結構多いな。まだ7時半だからね。今盛り上がってるのはここまでかな。そうだね。ねえ、ちょっとこの辺りからいろいろ決めていきましょう。はい、この密集だ、すごいな。いいね。ね、やっと食べれます。はい、やっとって言っても、やっぱり早いね、バルはね。バルは早いね。こんな豪華な食卓が出来上がっております。これがお肉の何か。で、これがね、赤ピーマンと、血のソーセージ。ソーセージ、うん、ってなってた。上はちょっとよくわからん。多分オニオンかな。ダイさんがこのアンチョビの乗った何か。で、これはタラのスープだったっけ。はい、はい、で、付き合わせでバゲットがたくさんついてきてます、はい、で、ビールと、あれがレモンビールですね。レモンビールです。でもちょっと熱くてやられ気味なんで、ちょっとまず飲みましょう。飲みましょう。はい、お疲れ様でした。乾杯。よう冷えとる。ギンギン冷えてる。いいね。どれから行こうかな。すっげー、すっすぐ。うん。はい、うまいっすか。ココナッツの香りする。な
ワインと多分お酒の味がするんだ。あ、そうなんだ。ココナッツ感はあんまりない。肉のシチュー的なやつから、ね、肉そのまま入った。ハンバーグみたいな、ミンチじゃないんだ、そのままなんだ。めっちゃ柔らかい。もうフォークでもちょっと触るだけでボロ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 だね。いただきます。うまい。体はこれを求めていた。足りなかったのはこれだ。お肉はボロボロだ。美味しいの言うまでもないんだけど、酒に合うねこれ。あ、そう、結構濃い。あ、いいね。でもうちら今とにかく栄養が足りてないから、そう、濃いものが欲しいんだよね、うん、そう、塩分濃くて。やべ、うめえこれ。一杯じゃ足りんけど、一杯一杯に届いておく。そうだね。もう一軒行こう、もう一軒。もう一軒行こうか。なんだかんだね、これも食べてみようかな。うん、ぜひぜひ。中央大表彰の人は無理かもしれない。断面がすごい。そう、断面がそうなんだよ。そう、これご飯だ。あ、ご飯？うん。あら、美味しいな、これ。美味しい？うん。沈めて出てきたから、血の生臭さとかがあるかなと思ったけど、全然臭くない。へぇ、多分結構ハーブとか入って、臭み消しされてる感じだけど、いい具合に旨味が入ってるから、美味しい。いやー、ちょっとね、忙しすぎる。純年旅はよく生々しい。次の大きい年でさ、もうちょっとゆっくりしよう。ブルゴス2泊するか、うん、やっぱりちょっとこういうバルが有名なところはもうちょっと行きたいっていうのが正直。1泊だと本当に朝5時起きでしょ。うん、次じゃあ2泊しよう。そうだね、お昼し2泊しましょう。というわけで、いただきます。はい、いただいていきましょう。というわけで、もう一品来ました。はい、いかー、しかも作りたて。さっきは在庫なくて、そう、作ってもらった。このレモンのみずみずしいこと。カナダでレモン絞ってもこんな果汁出ねえよ。出ないよね、乾いちゃってるから。そう、間違いないと思う。ないでしょ、これまずいわけがない。じゃあ、いただきます。はい。これはね、やばいよ。やばい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 。具体的な食レポをしてください。まずこう塩が炙ってあるね。塩が炙ってある。塩がまぶされてバジルかな。うん。すごい非常にシンプルな味付け。すごい非常にシンプル。うん。塩とバジルです。あ、そうなんだ、意外と。絶対うまい。絶対うまい。うまいね。うまいね。うまいね。もう食は間違いないですね、スペイン。スペインうまいね。あれも全部うまそう。あ、美味しいです。あ、美味しそう、あれ。ちょっとまた見ちゃったね。見ちゃったか。食べよう。一回か食べよう、これ。食べます。食べます。ごちそうさまでした。美味しかった。もっと巡りたいけど、ちょっと時間がありませんので、迫ってるので。もう9時だから寝る時間だよ。そう、もう寝る時間だよね。寝よう、帰って。もう一回シャワー浴びて歯磨きして寝ます。はい。明日もご乗機。明日からちょっと長いんだよね。長いですね、しばらく。2日連続で少なくとも28、9キロ、うん、歩いて、その翌日が、その翌日もね、25、6キロかな。23、4キロ。そうだね、23、4キロか、うん、でここからちょっと頑張りどころです。はい、気温も上がる予報だからね、大変だと思うけど、頑張ります。頑張ろう。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみ。おやすみ。